ャンネル。ジョブ。こんにちは。さあ最終回ですね。はい。長かったですね。さすがに同じ企画で12本は今までなかったですね。長かったですね。でもまだこれ終わってからトータルが最終回。チームとしては最終回ですけど。総評が待ってる。総評が待ってるんで。はい。じゃあ最後オリックス。はい、行きましょう。ということで。あのオリックスブルーウェーブからオリックスバファローズになって、はい、でもオリックスの母体は変わってないんで、はい、ここはまあスムーズにいけると思うんですよ、はい、じゃあ94年加瀬、はい、こうあのすごかったですよ高校の時、うーん、多分元祖二刀流じゃないですか。あ、そうなんですか。北陽高校、元祖二刀流だと思うんですよ。へえ、まあうまく回らなかったからね、まあ、あの注目度が低かったかもわかんないですけど、うん、B です。 Bだってこの資料になんか投手成績、打席成績ってこう分かれてる人も、だからもう本当の二刀流だったんですよ、大谷の前に。へえ、皆さん昔もいたんですよ。いたんですね、で丸尾さん、五島さん、無印です。はい、95年、はい、今村、川崎さん、無印、日高が BB です。日高も今の時代いたら日本代表入ってると思うんですね。うーん、96年、はい、杉本さん、無印、はい、国立大からドラフト1位っていうね、筑波大学だったんで。筑波なんですね。大学2本目のホームランが杉本さんです。へー、あの、ね、で今も伝説になってる、はい、あの日体大のグラウンドの剣士台っていうグラウンドがあって、左中間にめっちゃ高い照明あるんですけど、はい、その照明の一番上にガーッと。へー、すごい。これはあの首都大学野球リーグを卒業した皆さんとね、今学生の人は聞いたことあるんじゃないですか。へー、伝説ですね。じゃあ、はい、谷さん1SS です。谷さんも本当すごかったですね。全力で振らなへんのになんであんなに飛距離出るんやろって、あの柔らかいの本当真似したかったけど全然できなかったです。へー、しかも谷さんめっちゃいい人なんですよ。あ、そうなんですか。はい、今最近も会いましたけどめっちゃいい人です。私にとっては柔らちゃんの旦那さんってこうイメージ。柔らちゃんは僕の先輩ですからね、大学の時の帝京でしたっけ。はい、一つ上の。はい、そうなんですね。柔らちゃんがいつも帝京スポーツっていう一面飾るんで、はい、僕はもう裏一面にしか行けなかった、はい。どんなに頑張っても。いや、でもいいじゃないですか、帝京スポーツに乗るんですよね。まあまあそうですね、はい、で塩崎さん、はい、BB 97年、はい、川口、前田和幸さん、前田博次さん、はい、全員無印です。はい、川口もね、平安高校からっていう、うーん、有名だったんですけどね、伸びなかったですね。98年、はい、新垣拒否入団、拒否、はい、はい、で川越さんが A、 A で相川無印です。99年、はい、山口さん B、桂木黒 BB、 向井無印です。山口さんも150キロの速球、頭当たったっすかね。僕頭でツバに当たった、ツバに当たって鼻かすめていったっす。うわ、いった、150何キロは。怪我しなかったですか。でも次の打席大きく踏み込んでいったっす。そういうのでビビらないタイプなんですよ。当たったってことで逆に燃えそうですよね。そうそうそう、俺もう勝ったら行くぞみたいな思いっきり踏み込んでいっちゃうから。はい、で2000年、はい、内海拒否です。はい、3年で1位2回拒否されるのマジきついで、つらい、本当に。本当ですね。で大久保、はい、BB プラス、 BB プラス、はい、いいピッチャーでね、抑えでやってて、うん、フォークばっかり狙ってね、はい、打ってやりました。フォーク、へえ、打ったんですね。で1回スライダー打ってサヨナラヒット打ちました。おー、やっぱそういうのって覚えてるもんなんですね。いいことだけ刻まれるいい性格です。上村無印です。はい、2001年小川無印、平野 SS、うん、これ平野健一ね、はい、あ、僕が大学4年生の時の1年生だったんですよ、はい、東海大学に入ってきて、で1年からショートのレギュラーだったんですけど、はい、1年からめちゃくちゃうまかったです。へー、これもう絶対プロ行くなと思ったです。あ、1年の時にそう思うもんなんですね。動きも良かったし、待って、これ1年でみたいな。だから僕らは22歳だから彼19歳ですよね、はい、1年で、うん、やばくないっていうぐらいすごかったですけど、プロ入ってもやっぱすごかったですね。それが継続したんですね、うん、で阪神に向いてね活躍して、はい、うんうん、で島脇無印です。で2002年加藤 S、 で鈴木前田無印、はい、2003年、はい、加藤 B、 柴田島村無印です。で2004年金子千尋 SS です。で三原町無印です。はい、で次2005年、はい、T 岡田来ます。2005、あ、高校生ドラフトで名前見ても、あ、高広 T 岡田、はい、SS、 SS、 はい、はい、で柴田無印、はい、
でここでも、中継ぎ最強布陣が来ます。平野メジャーリーガー、はい、SS です、うん、いやクイックも速くてね、はい、タイミングめっちゃ取りづらかったです、うん、先発の時は全然大したことなかったんですけど、はい、長継ぎになってからすごくなったんですね。いやだからこの起用をねこう決めた人はすごかったですね。そうですね、はい、で岸田来ます。岸田、おお、ここで A、 A、 コントロール抜群だったですね。キレもあるしね、うん、はい、もうヒルランの岸田とかやばかったですね。長継ぎで、そうですね、はい、ここ本当最強ですね、はい、長継ぎで。ここ約10年見てると SS もしっかり引いてるけど、この巨人2人がね痛いんですよ。痛いです。これがやっぱりチームの強化に大きなマイナスになって、あの強さを維持できなかったっていうところはあるですね、はい、そうですね、まあ、SS は5人はいるっていう。そうですね、うん、でもあの谷さんも平野もオリックスいなくなってますから、ね、そうですね。だそこもやっぱり強さが限りがあるところなんですよね、はい、でこの中でもだから谷さん、平野、金子千尋、はい、平野、もういないですからね。そうですね、 T 岡田だけですからね。ああ、ほんとだ。しかもチームに残ったの T さんもね、頑張って、今 ね、 ね、頑張ってくれればっていう、うん、で、次、2006年、はい、信江、はい、梅村、両方無事にし、はい、で信江に至っては一軍無出場です。ああ、そうですか。で大学社会人は小松、はい、1A プラス、大引き、BB、うん、BB。 で、2007年無印、しかも一軍出場なし。なし。ああ、じゃあこれ2年続いて。もうそれですよね。痛いですね。いや2年こあのまあダメなのは仕方ないですけど、2年連続一軍未出場は、はい、それはもうスカウトとか編成とか、うん、そのドラフト戦略としては、うん、もう大責任問題ですね。そうですね。でも伊藤が、はい、SS。あ、まあまあここでちょっとカバーという感じですね。でももういないですけど、はい、チームに。いない。SS の人みんないない。DNA。はい。で大学社会人小林大勢無印です。はい。2008年海無印です。しかも一軍無出場です。でも3年連続ドラフト1位無出場ですよ。そうですね。ここはもうクビっすよね。いや本当。これはもうそれはもう責任取った方がいいっすよね。そうもうあれ無理だもんそんな。いやでもどうなってるんですかね、やっぱそういうのって責任問題あるんですかね。うん、多分ないんちゃう。ないんですかね。よくわかんないけど、いやこれはもうこんなのも現場はどうしようもない。一軍出場なしっていうことは、もう相当怪我したか、はい、相当能力ないかしかないから、それがドラフト1。そうですね。結果的にね。しかも3年連続。うん、それはダメだね。はい。2位井原、はい、無印。うん、で次西、はい、S。SS じゃないんだ、もう今 SS に知る必要と思っちゃった。 S、 はい。でももうチームにいません。そうだー関心だー。 DNA 見てるようだねこれ。そうですね、みんないなくなっちゃってる。2009年、はい、古川無印、はい。だから要は4年連続、うん、だから2006年から2009年までドラフト1位で戦力になったら小松だけってことだよ。うん、そうですね。あと全部ダメなんだよ、うん、それはやばいですよね。いやそうですね。比嘉 BB、 はい、山田 B、 で2010年、はい、後藤 BB、 三俣無印、宮崎無印、で11年足立 BB、 BB か、島田無印、佐藤 SS。 こいつも多分めちゃくちゃ早かったですけどね。ああそうなんですか。長すぎで、へー、ドーンみたいな感じで佐藤達也と、うん、めちゃくちゃ、もう今は多分引退してると思うんですけど、はい、あのめちゃくちゃ球速かったですね。うーん、で12年、はい、松葉、佐藤、伏見全員無印、はい、13年吉田 BB、 BB か、東明 A、 A、 はい、若月 BB。 あでもやっと3人、やっと3人、やっと3人ついた、うん、14年、はい、山崎宗佐野全員無印。15年吉田正尚、おお、ここで来ました。今もいますねチームに、うん、で近藤、はい、大城が BB 両方、はい、2人とも、あここもじゃあ良かったですね。で16年、はい、山岡お S、 お、はい、黒木 B、はい、岡崎無印。あのこの辺ちゃんとランクがついてますね、うん、ずっと。しかも16年なんてあのドラフト4位に山本由伸もいるからね。いやそうなんですよね、ここにの4位だったんですね、うん、だから他のチームが見つけれなかったんだろうね、もっと上位でね、そういうことですね、うん、17年、はい、
田島、鈴木、無印の福田、A で18年、はい、太田、頓宮、荒西は全員無印、はい、でオリックスも比較的ここ最近のドラフトがいい感じですね、うん、いいですね、うん、そこがうまくはまれば、だから田島とかも A とかに普通になってくる選手だし、うん、はい、でこうね、あの山本も多分 SS に、今多分 S1 個ぐらいかな、はい、SS になる存在でもあるし、うん、まあ、宗とか頑張ったりとか、ほんで太田、頓宮頑張ったり、近藤とかも多分 A になれる存在だから、うん、そういった選手たちが頑張っていけば、オリックスも上位に行けると思うんですけど、まあ、全体的に見ると、ドラフトはうまくはないね。特にあの2006年から、はい、2005年まではね比較的いい感じなんですよ、はい、あの比較的ね、うん、絶対いいかって言われるとそうでもないですけど、はい、でも新垣と内海の拒否が痛いね、うん、そこがやっぱり ね、チームがマイナスになっているところと、うん、で2006年から2010年13年にあんまりやっぱりいいドラフトができてないんですよね、うん、ドラフト1位の活躍頻度も弱いし、はい、だからそういったところが、まあ、若干低迷期招いてるかなっていう、うん、であとやっぱりね、SS が出ていっちゃうんですよね。みんないなくなっちゃう。みんないなくなっちゃう、本当に、はい。だからそこが、いなくなった時に、西武みたいに、いなくなれ次行くよっていうのができてればいいけど、はい、うん、それができてないから、あのちょっと DeNA に似てるところがあるんですね。はい。だから DeNA も、最後14年以降、結構、良かったですね。良かったです。で、オリックスもいいから、うん、ここがうまく育っていって、出られないようにしないとね。そうですね。魅力ある球団に。チームで固めていかないと、そうしないとやっぱどんどん供給していかなきゃいけなくなるから、はい、そういったところですね、うん、でも DeNA の時もそうでしたけど、この最近のドラフト見るとやっぱり未来のチーム、未来に向けてはいいです、ああ、だから2006年からあのまあ6年ぐらいだったわけで、はい、いやいや、ちょっとここあんのだって、俺が言ってないよ、出てんだよ、出てんの、こうあのデータとして出てる、データとして出てるの、はい、だから別に俺が言ってるわけじゃない。だってこの赤丸3つってなかなかないですよね。なかなかない。しかも3年連続だもん。はい。3年連続ドラフト1位が一軍出場1社なしっていう、うんうん。まあそれはきついよね。だから SS になった人たちもいるんだけど出ていっちゃうのと、はい、あとレギュラーはいるんだけど12球団のトップレベルが少ないっていうね。そうですね。うん、そういったところだね。うん、でもまあ14年以降は面白い存在がドラフトされてるし、はい、あの楽しみだから今後どうなっていくかは、まあ、未来に向けてはいいですね、はい、面白みがあるですね、最近の編成のスカウトはいいと、そうですね、はい、最近はね、最近はいいということですね、うん、です、はい